調べられる。あ、お酒あるじゃん。これ何酒なの？あ、ふるさと納税の返礼。あ、酒だったんだ。濃縮還元口かみ酒。どういうこと？口かみ酒って口でお米を噛んでそれで作ったお酒ってこと？口の縄じゃないや、君の縄見たことあるよ。あの飛行機の中で君の縄見たよ。じゃ合ってたんだ。あ、合ってたんだ。口で米を噛んで吐く。え、そんなのが実在するの？え、見たけど忘れてたの。めっちゃ古いやん。もう言うて何年前だよあれ。8年前でしょ。いや、リリカちょっと潔癖だから無理だな。なんか口移しとかあんま好きじゃないタイプ。家族でも嫌だもん。お母さんが口つけた後のご飯とかも食べたくない。え、なんかリリカ以外の人が食べるのは別にいいよ。リリカが噛んだやつを誰かが食べるのはどうでもいいけど、あのリリカが誰かが食べた汚いやつ食べるのは嫌。潔癖症ってね、部屋汚い人多いよ。あの汚いもの触れないから、そう、潔癖症の人の方が、あのむしろ家汚いまであると思う。嫌なのよゴミを触るのが。ちなみにリリカもマジで電車とかの手すりとか触れないタイプだよ。じゃあ誰の口紙なんだ？工場のおばちゃん？やめて。工場のおばちゃんの口紙やめて。誰が飲むんだよそれ。罰ゲーム以外に使われねえだろうが。聞け聞け、誰の口紙なのか聞け。お、いいぞ。やめろよ。才川主任が咀嚼したやつやめろ。てんてんてん、それだけは言わへん決まりなんです。なんだよ。気になる。え、っていうかうちです。え、って仮に言われたら飲みたいですか？可愛い女だけどどう？みんな飲みたい？え、うんうん。え、飲みたいんだ。リリカちゃんのならギリギリって言うなよ。喜んで飲めよ。推しの口かみ酒だぞ。おい、なんなの喧嘩やんのか？おい、グーだぞこちとら。拳上げてんぞ。いいのか？おい、おい。ボコボコにすんぞ。そっちパー。そっちの勝ちやん。ちょ、チョキで。目つぶしするわ。えい。初め